お疲れ様です。夜のね、キュウエとかもちょっとやってみたんですが、ダメでした。まだやっぱりね、10時ぐらいから、そうですね、今11時半なんで、1時間半ぐらいやったんですかね。H の周りやったんですけども、一部分でボイルはあったんですけどもですね、出せることができませんでした。はい、ではまた明日の朝に影響しないように失礼いたします。帰って寝ます。シャワー浴びて寝ます。失礼します。すごかったですよ。今あんまりもう人ほとんどいないんですけど、来た時はすごい人いました。入りたいとこに全然入れない感じで、バチ抜けの時みたいでした。失礼します。皆さんどうもおはようございます。七尾でございます。このスタイルでやるのはね、本当に久しぶりなんで、ちょっとね、登場の仕方をちょっと手こずりましたが、やっていきたいと思います。一つ今日発表がありまして、アーリーですね。アーリーの Q3M 4シーバスですね。まあ、アーリー4シーバス Q3M ってやつですね。こちらを入手しました。アーリーですね。パワーレンジでいうと、あの数字でいうとちょっとあれに近いですね。ラテオの Q3M に近いですね。そのショエルグラム数とかも含めて、7から35グラムまでということの M パワーということで、ちょっと似てるのかなと。ただランクでいうと、まあ、そのアドバイスもらったんですけど、そのラテオと、あとっていうか、ダイワだとラブラックスとかのランクと同じなのかもしれないですね、ヤンマガでいうと。で今、パワーブレード 20g つけてるんですけど、まあちょっとそのガイド系がちょっと大きいのかなって感じがしますね。その分抜けがいいのかなと思うんですけど、ちょっとラテオとかと比べると、そのマイクロガイド化してる中でちょっと大きめなのかなっていう感じがしております。だそれがね、このティップの戻りとどう違いがあるかっていうのとかね、あとこのグリップの持ち方とかね、あと先を重りするかしないかとか、その辺もちょっと比べられたらなと思います。でリールが一応ね、ステラのね、2018ステラの 3000MHG ですね。3000の、MHG をつけて合わせてやっております。はい、それではいつもの濁りとね、水温の方を見ていきたいと思いますので、これからちょっとまた別でセッティングしますので、一旦失礼しますね。失礼します。はい、ではちょっと濁りを見てもらいたいと思います。今ちょっと船が来ちゃったんで、船が来る前に見てもらえたらなと思います。こんな感じで 20% 以上ちょっとクリアになりましたね。それが良くも悪くもどう感じるかは個人の好みなんですけども、ちょっとクリアになりました。はい、こんな感じです。で浦安側の人が結構少ないですね。あんまりいらっしゃらない、パラパラですね。はい、では水位を見ていきたいと思いますが、一旦波が来そうなんで上陸します。上に上がります。痛い痛い痛い、危ねえ、竿踏んじゃうと思った。はい、ちょっとバタバタしてますが、ちくわで釣れました。ちくわで、ちくわって言ってもちくって竹ですね。竹に書いて輪ですね。ちくわ、竹は危ねえ。22.5度、 22.5度です。はい、これもっと結構冷たい感じしますけどね。今日はあえて、虫除けスプレーせずに来て、鬼山くんつけてます。いただいた、ちょっと師匠さんにいただいた、鬼山くんでやってきたと思います。でロッドのねしなりとかが分かった方がいいと思うので、ちょっと横から取っていこうかなと思うんですけどね。
この藪が怖いんですよね。ハチイソウで、これこの竿を置いてあるところ、このここにこの辺かな。あ、セッティングしたからまたあれかな、お伝えした方がいいのかな、大丈夫かな、こっちから見た方がいいか。これで時間食っちゃうんですよ、結構カメラのセッティングで。セッティングしてから撮れやって話なんですけど、回せやって話なんですけど、こんな感じですね。ちょうど鉄塔の方に向かってど真ん中って感じで、この鉄塔ですね。 OK、 よろしくお願いします。音声が取れてるかだけもう一回確認して、大丈夫かな、ちょっとボケてないかな、大丈夫。よし、じゃああっちから現れますよ、僕が。チャック開いてそうだ、大丈夫だ。よしよし、やってきます。ちょっと遠いかもしれないですけどね。はい、よろしくお願いします。最初はパワーブレードの 20g から投げていきます。さあ、緊張の第1投目。そしてブランクスもちょっと太い気がするんだよな。おー、弾くね、結構強く、強いね。曲げた感じ、家であの天井とかに当てて曲げた感じよりも押し出すパワーはちょっと強い感じしますね。ちょっと買って、あ、やべえ、柔らけえかなとか思ったんですけど、そうでもないかもしれないですね。意外といいかもしれないです。ただちょっとごつい感じはしないでもないな。繊細さはちょっとない感じはします。なのでバチ抜きにはちょっと使えないかなっていう感じ。使えないことないですけど、もちろん秋ので、ちょっと一つ楽しみなのは、結構かけたら曲がるっていうね感じが非常に、ああ説明が分かるなっていう感じするんですよ。このかけると結構曲がり込む感じが、こう、あ、確かに言われると粘りそうって感じはします。なので僕家でグッと曲げた時に、あ、やべえ、ちょっと柔らかいのかなとか思っちゃったんですよね。だからそれが魚のね、スズキ70センチとかそれ以上かけた時に、どのぐらい曲がってくれるのかっていうのが楽しみなところです。で、ここのね、その、まあ、山川の特徴かもしれないですけど、こう装飾が少ないというか、こうシンプルに余計なものを研ぎ落としている感じがするんですよ。だからラテオの方がなんかグリップの周辺でいうとちょっと高級感はあるんですよね。値段でいうと全然ちょっと1万円ぐらいの差は実売価格あるのかもしれないですけど、今この 2,3 投投げた感じ、ラテオでも悪くないのかなって感じはしますどうだろう、なんていうのかな、ブランクスが太い、それが一番感じるところですね。うん、良くも悪くも。確かにシマノのジェノスは確かにちょっと細いな、怖いなって感じはするんですよね。削ぎ落とされてるなって感じは、ちょっとまあプロじゃないからそんな細かいことは言えないですけど、でガイドもあの僕の苦手としているあのね、すぐに飛んでっちゃうガイドみたいな感じではないですね。 K ガイドですけど結構大きいですね、その K がリングが。だからリーダー仲間で結構しまい込む人、入れ込む人にとってはいいかもしれないですね。僕そんなに入れ込まない派なんで、どうだろうな、どっちがいいのかな、ちょっとどっちかを売ろうかなと思ってるんですよね。あの使ってみていい方だから、ラテオって台湾なので、まあ、気にしないっすったら気にしないんですけど、こうやって山があるんでリード作ってないじゃないですか。だからね、台湾でもシマノでもどっちでもなんとなく合わせても気持ち悪くないんですけど、ただラテオよりやっぱりポーンって押し出す力っていうのかな、
それは強い感じが非常に感じます。ただ 20g ってウェイトがこの子にとってちょうどいいのかもしれないですけどね。ブレード系が結構こうリフトアンドホールドとかそういうのが得意って書いてあったんで、ちょっと楽しみにしてたんですよね。あのブレードも鉄板系ですね、鉄板系を扱うのにも快適に扱えますみたいな感じで書いてありましたね。ラテはもうやっぱちょっと島の様に比べるとちょっとあのブランクス太いのかなと思ってたんですけど、これさらにちょっと太いかもしれないな。特に、先端の方のピースっていうかこの先っぽの方の、パーツっていうかですね、セクションっていうか先っぽの方のこの2本つなぎのところの先っぽの方がちょっと太いかなって感じが少しします。どうでしょうね。慣れるんでしょうけどね、きっとこれ使ってれば。さあ、じゃあちょっと次はね、いわゆる大本命のメタルマスターをちょっと使ってみたいと思います。あとはね、このガイドが回らないか、それだけ心配。このガイドつないでるところがだんだんこうよじれてこないかっていうね。先端のパーツがこう右へ僕曲がるんですけど、右へ曲がるのが出ないかどうか、そこだけがちょっとどうなるか楽しみです。 あそこで捕食がありましたね。だけどあちらにちょっと人がいるのでちょっと無理だね。あ、違うか、キックビート使って、ファンキーダート使ってみようかな。あ、いいや、とりあえずまあ鉄板でいきます。大本命の鉄板、今日はちょっといつもよりクリアだから、しかしあえてゴールドで、あえてゴールドでいきます。昨日上州屋に行ったら鬼山くん売ってましたけど、あれですね、一人一個までって書いてありましたよ。何でも一人でも一人一個までになってますね最近。人気あるやつ。スズメバチがどう対処してくれるかですね、この子は。スズメバチをおー飛ぶな。まあまあまあ、感度ビンビンかっていうとまあそうでもないのかな。どう言ったらいいかな。比べれるランクじゃないっちゃランクじゃないですけど、そのジェノスがすごいピーキーに、なんですかね、感度とかキャストフィードとかなんかいろんなものをね研ぎ澄まして削り落としてる感じしますけど、まあ、これの削り落としてるとその装飾を削り落としてるとは違ってキンキンな感じ、パリパリな感じですよね、あのジェノスは。まあ、僕使ったのが MH だか M だったかだったんで、ちょっとハードめのブランクスではあったんですけど、これはやっぱちょっとこっから先が重たい感じがするな。重たいっていうか、あれを使ってると、ジェノスを使ってると、だから好き嫌いが分かれるところではありますけど、磯で平続きやるんだったらこのぐらいのパワーあってもいいよ。パワー違いますけど、このぐらいのね感じでも耐えられるけど、ちょっとこの辺のシーバスをね、60センチ、70センチ狙うにはちょっとたるいかなって感じは少しするけど、慣れんのかな。ただグリップとかは握りやすいですね。どうなのかなと思ったんですよ。結構安っぽい感じに感じるんですよね。特にこのフロントグリップの、フロントグリップっていうかこの握るところの、うわ、ハチ、スズメバチ来たー、やべ、GoPro オン。
やばい、近づけない。ということはカメラも停止できない。鬼山くん発動して、やっぱいるんですよこの子たちはね。ミツバチみたいなのがいっぱいいるんで、ね、うぅさすが主席理長、蜂のストックだな、こういう国だな。やばいな、ちょっとネイビーなんでね今日。まあああやっぱヒリリリリリリリ、スズメバチでも昨日のスズメバチよりこの間のスズメバチよりちょっとちっちゃいタイプだな。蜜吸ってるから大丈夫かな。かといってこの GoPro の映像を入れ込む時間はないと思います。あれやべ、またこっち来た。いっぱい銀ヤンマくんが。銀ヤンマくんじゃなくて、銀ヤンマくん飛んでった。リアル銀ヤンマくん。やべ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 。怖い怖い怖い。どこ行った？ほらほらほら、そこそこそこ。見える。ほらほらほら。飛んでる飛んでる。見えてるかな。あのマッカチン騒動じゃないですけど、マッカチンマッカチンマッカチンって言ったら、あーいなくなっちゃったってやつですよ。よくよく僕は言う。こっち行こう。そして時間がまあまあ経っておりますので、一応ねこの辺で終わりにさせていただいて、ちょっと使用感ちょっと数頭しか投げてないんですけども、本当にね、ここのグリップ部分が意外とね作りが、もうちょっと下のランクの作りなんじゃないかっていうような感じなんですけど、握ってみると結構このねここはね意外といい感じ、エディングの竿みたい。できればこの辺にねちょっとこうアーリーとかね文字欲しかったですけど、全くシンプルに何も装飾はないですね。でここはブラックのなんかリングが入ってるぐらいで、あとはまあ普通にですね。はい、で全然使いやすいですけど、ちょっと使ってみてどう感じるかで、かけてみたりとかね、いろんなルアー使ってみて、ラテオより良ければラテオを使うし、ラテオよりこっちが良ければこっちを使うという感じになりそうですね。はい、まあちょっと何かをかけてみて、チクッと来たら怖いな、マジで。これが多分 200g ぐらいかな。結構重り測ったりするのが分かるらしいんですけど、これをかけてみて 200g のこの子をかけてみると、あらあらこんなことやったら蜂来るんだよな。蜂、これが僕の動画ですから許してください。カットとかないんで、あまりこれをかけてみて200g 以上あるかもしれないですね。すみません、見えてるかな、見えてるか、もうちょっと上の方がいいのか、こんな感じか。はい、この草むらも怖いけどかけてみてこんな感じで曲がりますね。 300g ぐらいあるのかな、一応こうやって持ち上がりますけど、こんな感じで曲がります。45度に差を立てて、曲がりとしてはかけたらすごい結構バットの方までグッと入るからいいのかなって感じがしてます。これ一番怖いのはルアーが外れてティップに放って竿が折れるっていうのが一番怖いんですけど、今なんとか大丈夫、こんな感じです。これちょっと力入れた感じ、これグッと力入れた感じ、ちょっと持ち上がります、こうやってこうやってね。はい、そんな感じですね。だからぜひともちょっとかけてみるまでは、使い込んでみたいかなと思っております。ちょっとねずっとヤマガブランクスの竿はあのヒラスズキのバリスティックヒラとかね、その辺も使おうかなと思うぐらいずっと悩んでたメーカーではあるんですよね、ブルースナイパーとかで。ちょっとこのアーリーっていうね、ちょっとまあ高級ではないですけど、そこそこいい竿だと思うんで、ちょっと今のところ評価的には85点感じ、特にこのトップのここのセクションの太さとガイドの太さがちょっとね、あれかなと
で、リングも確かステンレスなんで、この辺はちょっと、どうなのかな。ラブラックスとかだったらカーボンとかやったり、ね、ね、ちょっと、ルミナスとかだと、エアロガイドみたいな、結構こだわって使ってるけど、これはシンプルな感じですね。はい、ただね、ブランクスが多分、山形さんは自分で革を持ってると思うんで、その辺ね、いいブランクスを使ってもらってると信じて、ちょっと使ってみたいと思います。しばらくスピニングではこれメインでいきたいと思います。Q3 っていう長さは非常に気に入っていたから、あえてラテオと同じ Q3 っていうね、長さを選びました。はい。では今日の動画は以上になります。はい。では現場から7号をお伝えしました。失礼します。それでは気をつけてください。皆さん本当にいるんで。失礼します。